にちは。7月の15日、水曜日の日替わり竹部でございます。さて今回はですね、もういっぱい資料がございまして、7月15日はご注意してくださいませというふうにして申し上げてきた経緯がございました。各種政治経済イベントがいっぱいあったわけでございます。でその中から一つ一つですね、ちょっとサマリー的にご案内させていただこうかと思います。でまずは、朝の11時でございますけども、中国各経済指標が発表されたんでございますが、中国の国家統計局、発表いたしました GDP でございます。でこちらの方はどちらかというと、小売売上高だとか鉱工業生産なども注目されたんでございますけども、こちら、これはちょっと私はニーハオとシェイシェイしか分かりませんので、こちらの方はやはり中国の国家統計局のホームページでございますが、英文の方もございますので、どなたでもご覧になりますので確認していただければと思いますが、数字がよくできているなというところなんですね。これをどのように見たらいいのか非常に微妙なところでございますけれども、本日でございます、日銀の金融政策決定会合がございました。ここにおいては GDP の数値には、直接触れていなかったわけでございますけれども、その後にでございます、黒田日銀総裁の記者会見がありましたよというところなんですね。ネットでずっとありました。どなたでもこれに日本経済新聞さんが出してらしたのを私も拝見させていただいたんですけども、この時におっしゃられていたのは、日銀の金融政策決定会合の内容、では展望などのところでは少しですね、下方修正しているという言い方になるんでしょうかね。ちょっと見通しの方、これは日銀のサイト、こちらの方もどなたでもご覧になりますが、体制の見通し2015年 GDP ないし、消費物価指数というのを少し、予想数値が以前よりも落ちているよというところはご覧になっていただけるかと思います。そうなりますと、ここでにわかに、緩和志向が強まるのかという言い方をするとちょっと乱暴なのかもしれませんが、事実としてです、先ほどの記者会見を拝見するにあたってはですね、上下走方向、それぞれリスクがあった場合は、対応するよというふうにしておっしゃっていたわけですけれども、非常に印象深かったのはギリシャないしは中国、それぞれ短期的中期的なインパクトというのはあろうかと思いますけども、やはり中国に対する警戒度の方が強かった、当然ですよね、インパクトが大きい、ただし中国の当局の舵取りに、相応に期待していらっしゃるという言い方になると、翻って考えると、じゃあギリシャの方が不安なのかなというところで、黒田日銀総裁でらしてもさすがにそこまでは見込めないのかなという言い方になってくるのかと思います。で本日はもう一つ、直接的には相場の方にはやはりほとんど影響ありませんでした。海外勢の、特に株式の方において警戒がなされていたところでございますけども、本日でございます、安保関連の保障法案というのはずっと見ていたんでございますけども、まず政府の、菅官房長官、のこちらの方のいろんなご見解もあったわけでございますけども、こちらですね、衆議院のインターネット審議中継というのをずっと見ておりましたが、すさまじいアクセスだったんでしょうね。視聴が難しい状況なので、私もずっと見ていては、落ちて見ていては落ちてというところだったんですけども、最終的には衆議院の特別委員会安全保障関連法案でございますけれども、こちらの方、特別委員会の方で採決されてと。で今後でございますけれども、明日でしょうね、法案が衆議院の本会議の方に可決されて、おそらく参議院の方に送られるというような動きになってくると。でこれを経過して海外勢が少し強硬、私はこの辺はノーコメントにしないといけないのかもしれませんが、衆院特別委員での可決というのは、これ後ほどですね、いろんな各種報道ニュースなどで非常に賑やかしかったところを、皆さんいろんな形で混乱している様子というのを各種報道でご覧になるのかなというふうにして思います。そうしたものを海外勢がどういった形で見るのか、ただし海外のメディアを見ると、あまり大きく取り上げてなかったのかなというところも本音のところでございます。国内事情、政治事情というところで、アベノミクスもしくは日本株への影響は、あまり大きな影響はちょっと今のところは感じられなかったところでございます。さてそうなりますと、今度は、欧米時間、そして改めてでございますが、ファンダメンタルズの主軸というところで、米国の経済動向、経済指標などが注目されるところでございます。で、今夜というところで、今回のタイトルはイエレンナイトには罠があるというところでございます。さて今夜でございますが、23時にイエレン FRB 議長は議会証言をなさいますと。でこの議会証言にあたってでございますけれども、ポイントとして
今回ご案内させていただきたいのは、この赤い文字で書いてあるところでございますけれども、現在これ慣習として、まあ、慣例というんでしょうかね、で行ってるよというところなんです。じゃあそうなるとどういうことかなのかというと、これ、まあ、嘘という言い方も変なんですけども、偽証を問われるとかというようなわけではありません。ただし、FRB 理事制度、理事会の議長というような建前ありますので、イエレン FRB 議長、まあ、イエレンさん、ジャネット・イエレンさんの個人的な見解にはおそらく帰すしない可能性がある。 FOMC としてどうなのよと、イエレン FRB 議長はどうなんですかではなくて、どちらかというと FRB はどういった見解を持ってるんでしょうかということを聞かれる可能性が高いよねというところですので、どちらかというと建前的な形になるのかもしれません。ただしイエレン FRB 議長が踏み込むか踏み込まないのかっていうのは、これ誰にも分かりませんので、当然警戒すべきだと思いますが、さてそこで2つ目なんですが、これあまり報道していませんので、改めて注意喚起という意味でちょっとはばかりながら申し上げておきます。今までのパターン、これも絶対というにしては申し上げられないんですが、大体今までの経験則で見ますと、この証言があるのが23時なんですが、その前にですね、証言のこの内容っていうんでしょうか、原稿、草稿っていうんでしょうかね、これが大体報道されるんですね。こういった内容で多分出てくるだろうというような報道が事前に発表されるケースが今までに非常に多かったです。そうなりますと、そこでっていうような形でちょっと油断をしていると、ドルブル派もしくはドルベア派それぞれでございますけども、気持ちがくじいてしまう可能性があります。取り残される可能性がありますので、ちょっとこの時間帯一体何時からなのかというと、ちょっとそこは私も不確かなところで分かりませんが、出てくる可能性があるよというところはご注意していただければと思います。でその後ですけども、実際に、23時の予定で、イエレン FRB 一の議会証言がなされます。でこの時の発言が終わった後だと思いますが、大体これも質疑応答、いろんな今度は国会議員さん、上院、あ、失礼、下院の議員さんからいろんな質問が出てきて、それに、おっとりとした柔らかい優しい口調でイエレン FRB 議長が答えられると。でそれにおいて2時反応、3時反応をするよというのが大体のパターンだったかと思います。もちろん、パターンでございますので絶対とは言えませんが、そうした動きになってくるよというところだと思います。で左側でございますが、ちょっと長めです。120分足チャートでのドル円、チャートでございますけども、それぞれのポイントというおぼしきところをご案内させていただきました。123円の前半というのが一つのポイントになるのかなと思います。122円台の半ばから後半になってくると、本邦勢まだまだドル買い円売り意欲を持っているというところが指摘されておりますので、この水準 2-502 のちょうどがずっと下がっていくような、利上げなんかしないわと、今年どころか来年だってしないわぐらいの話で、もしイエレン FRB 議長がおっしゃればというところかと思いますが、現在ギリシャ情勢も含めて少し外部的な環境が改善されつつあるよと。でそうした中で中国経済などの動向に踏み込まれるのかどうか、ちょっとその辺が大きなポイントになってくるのかなと思いますが、リスク管理の方はですね、十分ご注意をしていただければと思います。イエレンナイトというふうにして言われておりますが、実はいろんなところに罠が仕掛けられているよというところかと思います。さて本日は水曜日でございますので、そこで水曜日のテーマは初心者が陥る為替の罠というところで、先ほど申し上げましたけど、ブルとベアというふうにしても申し上げました、ドルブル派ドルベア派というふうに申し上げましたが、今回はロング&ショート、そしてブル&ベアという言葉をちょっと改めてご紹介させていただこうかと思います。どっちがどっちだったかなと分からなくなってしまわれる方が多いかと思いますが、なんでここでわざわざロングショート、そしてブルベア、申し上げているのかというと、よくですね、市況だとかもしくはいろんな解説にですね、マーケットが少しロングに傾斜してるんじゃないかとか、ユーロブルになってるだとか、ゴードルベアになってるだとか、いろんな言葉が出てくるかと思いますが、どっちがどっちだか分からなくなっちゃったよとおっしゃられる方もいらっしゃるのではないかなと思いましたので、今回はちょっと基本的なところでご案内させていただこうかと思います。でこの、特にまあロング&ショートの方は分かりやすいのかもしれませんが、ブルとベア、お牛でございますので、角を下から上に突き上げるということで、まあどちらかというと上昇で、角でエイというふうにして下から上にというところですが、まあ、ある意味強気という言い方になってますが、こちらの方がブル、ドルブル派なんていうふうにしてよく言いますけども、そうしたところではこちらのイメージというんでしょうかね、用語をちょっと覚えておいていただければと思います。でベアというのはクマが手を
よくガーンとグリズリーみたいなのがガーンとしてよく、襲ってくるというようなところで攻撃してくるときには上から下にと思い切り叩いてくると思いますので、下落相場弱気だよねと、まあ、考えようにちゃベアも強気というか怖いなというふうにして思うんですが、手の動きというところだけですので、この用語だけ覚えていただければと思います。ブルが強気でベア弱気と、ロングは買い持ち、ショートは売り持ちと、この言葉をちょっとですね整理して覚えていただいて、市況もしくはいろんなニュースなどヘッドラインなどを見てご覧になったときに、あ、マーケットがこちらの方に傾斜しているんだなとこういうところを感じていただいて、ストラテジーをご勘案をしていただければというふうにして思います。繰り返しになりますが、今夜イエレン FRB 議長の議会証言がございます。これをもってして、でその他でございますけども、細かいニューヨークの経済指標などもございます。そして債券市場もちろん米国株式市場などの反応もですね、為替取引に大きな影響を与えてくるかと思いますので、そうした動向も横にらみでお取り組みしていただければと思います。ちなみに今夜でございますけど、22時半ぐらいから私日経 CNBC 夜エクスプレスに電話出演する予定でございますけども、その時にもですね、こうしたお話をちょっとさせていただこうかなというふうにして思います。以上、7月の15日水曜日の日替わり竹部でございました。